腹空いてんの。いや、もちもちです。じゃあ、生もらいます。はい、ちょっと好きなもん。いいっすよ。お腹空いてんの。いや、まあまあ、普通です。みんなお酒飲んだら大丈夫かな。あ、よっす。じゃあ、俺が来る方だったら断ってる。暇なんだよ。でも、どうだ。あ、うまい。まあ、ちょっと、いや、ちょっと、いつも頼んでます。いや、いつもって、俺も頼んでくれてんと。ただ一つ、あれは俺の好きな、これは俺は本当美味しいなと。お母さん、はい、あの、僕がいつも頼んでる、はい、包んでもらう。え、なんすか。あれだよ、北京ダック。あ、いいっすね、北京ダック。あの、北京ダックが大体、はい、大丈夫です。あれは2つだよね。2つ、はい、向こうで巻いてもらいますか。あとは酢豚と餃子。あ、じゃあ比べもらっていいですか。うん、それで適当に頼んでいきます。わかりました。これはおかわり。飯が来る前にな。いやー、刑事こういう人気で抜かれたな。抜かれてないよ。貸しだったら。もう、もう引退したからダメだよ。でも、武藤さん引退されたら結構仕事入ってないですか。いや、そんなに入ってないの。暇だから来てるじゃないですか、俺。これもう、本当に。お前、ここに座って、本当に正座させて、お前、こうやって。これ、調査も入った方がいいんじゃないの。いや、大丈夫だよ。いや、これだって、買ってもらってるってことだもんね。ありがたいことだ。大丈夫。花粉がなんか。コストコ、お前、一番泣いてる。はい、もう泣いてますよ、ギリギリ。この駅、駅ギリギリ、駅ギリギリだよ、タクシーのとこまで。大丈夫だよ、大丈夫だよ。うまそうだ、いただきます。うまそう。酒のつまみ、ちょうどいい。あと、かけわんたんと、なぶせねぎはいかがですか。あ、なぶせねぎ、はい。出れば食べます。はい、そうですね、ありがとうございます。意外と、チケット安いっすね、新幹線代。首都高で俺、会社行くのと変わんないよ。なんか、10席にいつも俺帰ってんの。買いすぎけど意外と安いよ。うまっ。なんか東京の方で食えない。東京で言えば町中華だよな。そうですね、うん、こんなの食っとるよ。これ食えないよ。うん、うまっ。駅のとこ行ったら若者がみんな 足湯やったんすね。やったか。うん、花火終わったばっかりだよ。あの足湯なんてなんか足なんか汚ねえよな。いや、たまに湯は抜いてやっぱり掃除してんじゃないの。いや、もう入らないよな。一応ちゃんちゃいをお持ちしたっけ。武藤様のためにこいつは本当だ。俺が言ってんのよ。別に容赦もない。翔吾が来た時、さすがに嫌な顔したな。帰る時、塩まかれたみたいな。一つ一つのカラオケ、あの、カラ入れにしましたので、フィンガーボールでございます。当店の名物になってますので、のぼせのエビと申しまして、とてもあの存在感のあるお料理でございます。スープ？そうです。スープ。スープってスープだよ。まあ、なるほどね。はい、うん、美味しいっすよ、はい、そうしましたら、これを一回引っ張りますね、はい、で、ここが一番の肉の美味しいところ。あ、じゃあ、それ、はい、はい、あ、でも、胃の通りに食べたのはうまい、はい、もらい方が。でも、見ていただいて、はい、うまっ。あ、大きいし、うん、飲みそうのあの、あれ、味が口の中ないな。このバランス、あのソースのね、バランスもとっても、うん、それに漬け込んであるので。え、これどのぐらい漬けてるんですか。
あ、これはね、あの2日か3日、2泊3日ぐらい、はい、手間のかかった料理だ、はい、うわうまい、町中華、うまい、本格的中華じゃない、町中華、町中華、町中華って普通はオムライス出したり、中華街、中華街、中華街、本格的中華ですよ、やってくれたらさっきはいいけど、いや、ね、俺初めてそこ、まあ、受けちゃった、そこは怖いです、それで大丈夫です、これが調査の武藤国から出したのよ、そうなんです、怖くないですよ、調査さん、いつものです、これが調査の大好物の課金だった、それと味噌はあんまり余計なことは言わない、食ってりゃ分かんない、俺は必ずこれは頼む、まあ、そうだ、絶対うまい、やっぱ包み方もうめえわ、美味しいよ、めきんだ、うまい、うまい、どこに香りこれ入ってる、ん、入ってない、入ってない、これ違う、揚げ物の、うん、なんだっけ、これに入ってる、揚げ物っぽいのが入ってる、まさも家族で来た時うまいな、味はうまいんだ、味噌は俺来た時、銀桜よりうまいと思ったよ、こんな味、はい、味噌の味なんだよな、はい、ありがとうございます、お母さんって住んでくれるかな、自分で住んでるの、うまそうな感じしないからね、いつも、忙しいって食う、ちょっとお母さんに住んでるか、酢豚でございます、服部さんの子供たちもアメリカから来てるんですか、あ、そう、ニューヨークから、お前ビール会ったことあるんだよ、ありますよ、 YouTube ケイト、どうだよ、今まで一番気楽で一番楽、こんなの回ってるかと思って俺意識してない、いや俺もだって編集するからね、もう本当にどうにかどうにかと思ったけど本当にあれだ、じゃこちらが、これがあるんだ、はい、当店の名物でさせていただいてます、あの取ってからのお客さんオーダーがおかげさまで商品バリバリ買ったよ、あ、そうでしょうね、子供とかなんか、そうですね、子供から食って、ね、あのこれで慣れるとお酢が食べれるようになるんです、うん、子供さんが、お母さん、こいつね、ちょっと悪い癖はね、前まずいわね、あ、いや大したことないですね、言わないですよ、これ落ち着いて食ってるっていうことは、その中にこぼす言葉はね、本当にどこまでお勉強させていただいて、おもちゃまぶってるかっていう生地が残ってるから、はい、あ、はい、このタレ軽いわ、失礼します、おソース同じです、おいしいのたっぷりの方がよろしいかと思います、いや、辛いんだけど、揚げワンタンの辛い方のタレです、お前、そういえば杖ついたよ、昔ね、すごい昔、あれに触れよ、杖、いやーですよ、あのシャケってやる、え、今日の杖ついてるじゃないですか、こういうあります、いろんなの、いろんな杖、いろんなのあります、あ、でもすいません、息子さんはもうそろそろですか、お時間目の授業が終わって急いで帰ってくるって言ってました、あ、そうなんですか、俺が親だったら休ませます。そうなの。主人もそう言ってて。主人も言って引退試合二つも待ってる場合じゃないです。もう一緒に一回チャンスはその時じゃないとないです。2日ぐらい前の妹に言われたんですけど、私だってお兄ちゃんに言われた、私の結婚式武藤さんの曲で入場してきたんだから。ああ、いや、プロスケアスパーですとか言ってくれたけど、それ以上あんまりこう上がんないんだよ。武藤さんって同じですかって言い出して、僕武藤さんのファンなんで普通言わないでしょ、俺がここに住んでる長州さんのファンで来ましたって本当に、え、もうだから大場さんって言ったんだよ、長さんも熱海にうまい中華があるなんか言ったんだよ、うまいって、で、今度食い行こうよ、食べる日行こうって、お前いくつ、61、俺は来年74、リーチかかってますね、言われた頃に、あ、餃子だ、はい、餃子になります、
あのとてもニンニクがしっかりした餃子ですので、うん、ここでお作りしちゃいますか。あ、お願いします。はい、お酢入れます。お酢入れても大丈夫。よろしくお願いします。大丈夫、はい。こうやって、チョビとかこうやってやる。なるほど。俺も全く分かる。ありがとうございます。なんかうちの家族も俺の面倒の見方嫌がって。いや、俺ってそうですよ。急に引退して家ばっかりと煙たがられてる。俺って。俺、こことそんなに多いこと言ってるか？言ってますよ。そんなお母さんも感じてます。こうやってこう作ってくれてもう嫌がって、醤油とラー油入れるだけだえ、谷口さん、それ何？これ、香港焼きそばです。うん、香港焼きそばです。香港？香港の屋台焼きそばだそうです。俺、香港であれ、婚約記者会見を香港で、試合で行ってリングサイドのジャッキーチェン来たんだよ。あらゆる新聞紙一面だよ。あ、トースポニッシャーか。うん、スポニッシュもあのホーチも全部一面。昔はね、プロレス、うん、そういう一面で扱ってくれてたんですよ、昔は。もう長いもん。社会が1990年ぐらいかな。34年か。うわ、どうなの？うまいって食ったっけ？これ長男好きそうだ。こういう油お菓子っぽいの好きなの、あいつ。あれじゃない。甘辛い。口の奥の方まで甘辛い。昼から飲んだな、今日は。これが何やって。普段ネットフリックス見てる。ジムとか行ってる？あ、行ってます。ジム行かないとお酒はうまくなくて、うん、運動しないと。やった方がいい、刑事。そう、刑事と俺どっちが年上に見える？長所さんじゃないですか。何で答えるんだ。それはそうだ。それは、はい、この白毛生えてても俺肌のツヤが違うじゃないですか。俺のクリームシャネルだよ。いや、俺シャネルのあれ使ってんだよ。でも、はい、そういうことごまかさないと。10歳はね、10歳はね、ごまかすとは言っちゃう。餃子もうまくあったんですよ。それよりも、そこね、ごめんなさい。いや、全然謝る。だから休めって言ったのに。休んだらこんな風になっちゃうんだよね。素晴らしいじゃないですか、スーパースターに。よかった。これなんで刑事の良さは、息子に刑事の良さは分かんのかな。分かるに決まってるじゃないですか。長さんの試合も含めて、長さんがだから現役の時の映像見せたらそっちの方がいい、今の可能性いいっていう可能性ありますよね。うん、僕もそれ見せて思いました。昔の見せてハマるんですよ。そうだよね、昔のやつのは今の子もハマるもんね、昔のやつの、ね。で、真似をするんですよ。ほー。キレたおっしゃり見られない。おーういし、こうですよね。おいでーし。ここで一緒入って撮るか。ここに立ったって映るよね。1、2、3、誰でも。いや、こうやってよ。2、1。はい。一回行きます。はい。名前は何だっけ？大勢。大勢、正直に言っていいから、ケイジとリクさん、どっちが好き？どっちが不安？正直言っていいよ。両方興味ないんですよ。大谷翔平とかで。ああ、野球やってるんですよ。あ、じゃあ大谷翔平と相手になる。あ、もう帰るのか。気をつけて。ああ、あ、友達が。はい、だなー。マンション。古い。だなー。どうも、今日はありがとうございます。ありがとうございます。武藤さん、最後に外で写真撮って。はい、はい、全然。